ごきげんよう、モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2021年3月22日月曜日です。今私は福山北倫理法人会のモーニングセミナーで、講話をさせていただきまして、今帰ってきたところです。今日の中国新聞のトップへ出てるのは、回収意図同伴論、克行被告、明日から被告人質問というのが大きく載っております。そしてもう一つはですね、これ、大石又七さん死去、第五福間、福竜丸死の灰証言、87歳のが載っております。今日はですね、福山北倫理法人会のモーニングセミナーで、講話させていただきました。今日朝ですね、行きましたら、なんと広島県の西部地区の地区長の芥川徹さんが私の応援に来ていただいておりました。モチベーションが上がりますね。今回は三好小原倫理法人会会長、住吉慎一さんと一緒に行きました。そこに芥川さんが来られて、ガッと、私もモチベーションが上がって、今日は、語らせていただきました。そして、始まるとですね、福山、北倫理法人会の会長、河合正樹さんが、熱いメッセージを送られましたね。いやー、それでまたピシッチャンとしましたね。そして私は講話をさせていただきました。今日はその講話の前半の部分を今日は送ります。明日はその後半をまた送りたいと思いますが、今日はその前半です。この後見ていただきたいと思います。ではまた後で。今日はお招きいただきましてありがとうございます。今日は最初はテストから入っていきたいと思います。これは何ですか？文化度はあまり高くない。パッとこれを言えば分かるでしょう。ありますね。ガミ自身、ウクライナ一方、同じ行動のガミ。実はこの横を通りまして、また茨城線によく行きました。それはなぜか、それは電柱に使われたからです。この電柱を教えてくれたのは、府中市上下町 NG ユースホステルというのがあります。ボタンがいるユースホステル、旅を案内もするが人生も案内もするという名人ご利用の雅子さんがおられます。九州通じて全国を越えられた方ですね。この方が電柱さんを教えていただきました。森本さんが茨城市に講演に行かれたそうです。その時たまたま東京から電柱さんが帰っておられまして、行政の方が電柱さんは私が次に会ってくれて会ったんですね。そして森本さんは茨城さんが電柱さんは高齢者になったから百歳過ぎたのさんに来られた方ですが、なぜ高齢者になってそんないい作品が日本大好きの作品におれるんですか？何か秘密があるでしょう。ありますね。それはね、それは意欲ですよ。今日来られたら意欲になるかわかるんですね。森岡さんは意欲になるんですね。じゃあその意欲の出し方を何か見つけます。ありますね。私は仕事場に行こうとすると朝しんどかったりするけども、私はこうやって意欲を出すんだって言うんです。電池さんはこうやるそうですね。こう叩くそうです。その時に、よしやるぞ、今やらねばいつできる、わしがやらねばってよくよさんでいかないんですね。話はここで終わります。それまでなんですが、倫理は実践の世界です。私は実践を考えました。やりますよ、いいですか？はい、構えて。
さっと前から3人増えました。もう日本人会は未来は広げてない、構えてこう言ってですね、私がせーの中からこう叩いて、今日はマスターいますから、この中でよしやろうと捉えてくださいね。いいですか、はい、構えてと言ったら北海道言いました。ちょっと皆さん待ってください、叩けと言われましたが、どれだけ叩けばいいんですか。いい質問来た、いい質問ですから返します。どれだけ叩けばいいんですか、こうどれだけですか、まあ、痛いぐらい、なでるぐらい、ダメです。答えを言います、目から広げるぐらい叩いてください。朝の声でカーンと出ると一気に言われますからね。いいですか、甘いです。心の中でね、私は出しますからね。いいですか、せーの、今やらなければいつできる、あんたがやらねばあんたに、これですね。これだけ思いと書いてあるんでね、なんかあったことなくて、僕の友達は常にこと書いてました。森岡さんは、ここは常に信じていると言われました。それぐらいスイッチを入れるんですね。今日は最初スイッチを入れてから行きたいと思っておりました。で、私に初めて会った方もおられます。今日岡山から来てもらった方もおられたんで、自己紹介をちょっとするんですが、今日はレジュメを配ってますので、そのレジュメはですね、実はこのレジュメを夫婦へお願いしてやってもらったんですね。送ってからしばらく時間が経ちましたから、またこれ今日私はこれをプリントしてコピーしてきました。この裏、両方の裏に私のこの裏に書いてあるんですね。はい、私は1946年12月8日に生まれました。現在74歳です。私は高齢者です。ちょっと違うんですけど、そして、これをちょっと出してもらうといいんですが、私今年のテーマは何か、それは温故知新で再起動というのが私のテーマです。古きを断念、新しく新しくなって新しく作る。そしてこの新聞記事は49歳の時の記事なんですけど、この時はだんだん頑張っておりましたら、2回100回この人だって言いましたね。北海道が沖縄で約1000回くらいありましたけど、その時40から50歩いたんですが、やっぱり40が黄金の時代でしたね。40ってグラッと歩きましたから、その時の輝きをこの間整理してくれてたので、あの時は結構元気やってたなというんで、今年のテーマであります再起動、起動は起こってなくて輝くです。で、行きたいと思っております。もうちょっと少し読んでもらえると分かるので、簡単に言いますが、仮想サーテルトル会、今サカディックと名前がありますが、これは約38年県北レクリエーション協会というのが一昨年50周年を迎えましたので、これは40年、そして春日部と県北レクリエーションで一緒にしてノウハウを一緒にして立ち上げたのは学習院で入ってたというのですね。結構マラオンズにございます。将来の年のところにまたがる結構大変なことになるんですが、大変なことになるんですが、そこ周囲30キロ、その30キロで周りを人間で囲んで手をつなごうってね、3万人手をつなごうというイベントをやっております。そして日本人100グラム、これを7分ぐらいやって、100グラムというのは社会教育とかまっすぐ、環境整備、福祉とかのことをやって今おります。そんな形で今進んでおります。そして、一昨年住吉会長が所属しておられる、三好昭和ラリー日本人会の方に入会して、今今日がでございます。そんなところです。はい、あとはこれ見てもらえば分かると言いますね。はい、そして次はですね、私年が明けますとやることが決まってます。この20数年は同じことをやってます。何をやるか、起きたらすぐ駅とかコンビニ走りに行ってですね、新聞買うんです。
願いします。朝日読売毎日日経、中国新聞なんか落ちたかな。産経はちょっとニュースないものって書いてあるんですが、新聞は全部買います。そして何をするか、社説を全部読みます。1月に出したら全部読むんですが、読んでその年の、まあ、いろんな新聞社が違いますから、日本の未来を占う、世界を占う、まあ、いろんなことが書いてます。まあ、それを一応読みます。そしてそこだけじゃなくて、一番力を入れているのは、それは一面広告です。新聞の一面広告を、見ます。結局だっていうのかなということも実は言っております。
が Netflix 総合と再生。そのちょっとこうやって首を見ますね。想像するとても遠くの会ったこともない人、その人の笑顔、その人の涙、知らなかった歴史を、ありえるかもしれない未来を、想像から生まれるものが遠くの誰かとあなたを結ぶ、知らない世界を見るために心は強く動き出す。新たな一年、新たな世界、想像すること、世界はそこから再生すると言っております。そして次が宣伝会議。世の中に問題があるときこそマーケティングとクリエイティブの出番です。あなたの会社にこういう出番を待ってる人はいるんじゃありませんか。そしてこれ、パッと見た印象はどうでしょう。これです。何百万かけて出す広告かよ。クラブで、貧乏で、なんだこれはと思ったんですが、中を読んでみます。この広告会社は西武と総合。実はこれはレシートなんですね。レシートを載せてるんです。この中にこう書いてあるんですね。これは2020年6月11日から6月から11月のそごう・西武大賞店売り場の販売実績ですと書いてあります。次が本当地産、これだけの伝え字はね、高齢者学生とおります。新型コロナウイルスで行動が制限された2020年、それでも自由に旅行できる日のために662人のお客様がスーツケースを購入された。マスクの下でもメイクを楽しみたい。7万6175人のお客様が口紅を購入された。夏祭り中止だったけど浴衣は475着。さっそうと街を歩く日を待ちながら、お求めになったハイヒールは1000一足。生まれてくる命を566セットのベビーギフトが全力で祝福します。祝福したい。足踏みばかりの日々であっても、一人一人の私は今日を楽しむ工夫を続けた。お買い物の記録に教えられた大切なこと、百貨店が売るのも、お客様が欲しいのも、ただのものではないということ。百貨店が売っていたのは何ですか。百貨店が売っていたのは希望でした。世界、あなたの会社は何を売ってるんですか。あなたは何を売ってますか。というのはこの小さな動きで言ってます。そしてこれはレシートは希望のリストになった。あなたのところの希望のリストは何ですか。そして次はセールスフォースという会社です。これはアメリカの本があります。ちょっとアメリカの挨拶というのもちょっとアメリカの関係です。これも今年人間はどこまでいけるか。完全を求めるよりもワクワクする永遠の青さ。批判よりも提案を、嘆きよりもユーモア、常識より常識を、過去より未来を、意味なく胸るよりも意志のある孤立を。この次が人間に関わっていますね。正しいことを言うよりも正しい行いを、自分のためだけよりも
が一番私は好きなんですが、人間次第でこの世界はまだ面白くなる。言ってますね。次の世界でというですね。そして最後はこれが岩波新書。想像力が明日を作る。昔空を飛ぼうと考えた人がいた。主君から忌かしがられ、怒られ、笑われながら、しかし夢を 見続けた。そういう人たちがいたからこそ今私たちも、私たちは空を飛ぶことができる。想像力が明日を作る。これがマンダラに書いてある。そしてこの8つを考えて真ん中を出すんですが、ここはちょっと違ってますが、想像力でコロナをぶっ飛ばせというのが出てきたわけです。また真ん中の方とちょっと紹介しますが、まあ、今はこれで進みます。そしてこのレジュメを出していただけますか。まさに逆境、それが起爆剤、まさに苦難は遠くのもと言葉を変えながらちょっと待っていきます。そして1ページを発表いただけますか。逆境は人を磨く消化力。これも苦難は遠くのも、これは何かと申しますと、実は私が41歳の時にサラリーマンを卒業してフリーになったんですが、その時にあそこでまあ公園に行ってたんですけども、大体ボランティアでよく行ってました。そしたら、バスを使っているところから坂出塾の中心メンバーの和田吉原さんが、ミヤちゃん、ボランティアもいいんだけど、まあ、そんなぐらいなんとかならんのかと。で、そのために彼が考えてきたのはこれです。これは言葉なんですが、これは支援金500円、これを持ってみなさんいけって言うんで、言葉書きを、まあ、いろいろそこに書いてあるの全部言葉書きになってるんですが、これを作ってくれました。で、私は行きましたら、まずこの言葉書きだけで1箇所ありますから、この言葉書きでザッと全部貼って、じゃあこれ出して、これが行きますよって、これが一つずつ説明していくんで1時間。そして帰りに一言言うんです。この言葉書きのセンスのわからない方は、街づくりはいいです。全部買ってきました。この中で一番好きなのはこれです。これは熱意全面、破り続けろ、自己新記録というね。まあ生きていけば毎日が新記録、昼間作ってますが、そのぐらい何か新記録、あなたの会社、あなたのチームは何か新記録、今年いくら作りましたか。これが問われていますね。新記録何もなかったら、やっぱりこれも食らってるでしょうかね。そしてこの後に実は書いてある、クラス最高ですね、ことなんですが、チャレンジなくて何が人生だ。それで私はこの言葉で最後の案を説明しました。で、チャレンジを飲み込みしました。皆さん、今何にチャレンジしてますか。大体チャレンジすることをパッと頭にすぐ来なかったら、かなり下ってますな。そして、実は今日は実験なんですが、この言葉で2枚持ってきたんです。どうしても欲しい方は、あと、もう一つ宣伝をしてさせてもらいますが、和田吉原さんという方は、40年間でですね、見込みを475個出されました。毎月1月が毎月月の初めに1日に出すんですね。475
組んで、私たち仲間が恋文の7号の改訂を作りまして、その恋文を何とかしたらコピーするのか、こんなになりますかと思うんでいないし、じゃあその恋文なんか好きな言葉を選んで、それについて私はその言葉によってこう人生変わったとか、まあ、いろんな感想を述べたのを作ろうといって、この私の恋文言葉100選、その言葉から私はというのをね、でこのことの中のですね、7ページは5ならこの中から私が書いたものをピックアップしてこういうふうに作ります。なんとこれは1100冊作ったんですが、作った時1000冊がもう売れてさっきから決まってるんですが、もう本がない。で今何言ったら皆さんもう不安だ、本当に売れないからね、あれこそあとはするな言うんで、今日は1冊だけ送ってきました。これが楽しいってことで人生が変わるかもわからんと思うかな、言ってください、さっかりは。そして、言葉はがき、この本に、まあ、一つ出せていかなかった場合は、私がフォローします。それは、私が書いた場所、私の私が共有ですね。これね、いろんな漫画がいっぱい載ってます。特にこの言ってほしいのは、女性の方が、3月20日は私に結婚記念日で44周年を迎えました。それで私が30周年の時ですね、まあ、バラを送った時ですが、その時に感謝の感謝状じゃなくて感謝マンダラを送った、そのマンダラが入るんです。恥ずかしいから読みませんか。そんなことでございまして、そして、ここで私が来る時にちょっと変えたのがですね、これまだどれもやってない初めてチャレンジなんですが、こちらをちょっと見ていただけますか。ページを見ていただきましょう。マンダラの時にモチベーションアップというマンダラがあるんです。これちょっと見て。何千回やりましたか、初めてです、このやるのはね。ですから、ここで外すのも恐ろしいんです。外周、山東に行くんですが、会場に取られますからね、これ外すとね、ここなんて言ってないと、ちょっとつらいところあるんですが、まあ、チャレンジですね、これもやってみたいと思うんです。私、まあ、モチベーションアップ、こういうことを聞きますので、どうやったらモチベーションアップできるかというのをですね、研究しております。まあ、これ、一項目だけで、分かるんですが、それを今日はダーッと言いますから、早回していきますから、時々ついてこないのがありますが、でも行きます、突っ走ります。まずスイッチを入れる、モチベーションを上げたらここね、よっしゃーこの感じ一つです。そしてこの次がもうどうもそれではできない方は細眼とね、細眼です。すごいんですが、これは見える人と見えない人がいるという細眼なんですが、これは嫁と仕事の中が悪くなるんです。嫁が何か言うとすると、ガッと怒りが溜まって閉じたくなる、つまりグッとこらえてコップに一杯分食べて、この細川を出して2、3粒出してコップをグッと一気に飲み込んだ後、この嫁がいたからこそ孫と忘れるじゃない、子供がいたからこそうちの息子は元気でやってるじゃないか、細川の飲みというね、ところにね、わしはいいから、のに、わしはこれだけ面倒見てやったのに、この読みは何だと言うと、マイナスに言います。でもそこでこそ、こそ番です。これ、105円です。ただ105円だと思うと、ここに、こそ番の功能があります。これは素晴らしいデザインと素晴らしい言葉と、素晴らしい人生を開くものがあります。これをつけたら、これ一つしかもう、売ってるかどうかわからんすけど、昔は初めてね、昔はなんと100個引っ張ってみたら持ち物がなくなったんです。でも今日一つ持ってきました。これは価値がある人、1000円で買う人だけ。でもいろんな本などがあちこちありますので、本にもなりませんね。ですから本当に読みたい、本当に持ったい、その人だけに伝える、これが伝えるコツですね。聞かないところでいくら話をする大変です。私も昔、医師の学校でデプレッションしに行ったんだって言ったことがあるとね、まあ、もうすごい電車乗ったからね、女の子が来るんだし、先生、ちょっと早くしたいんですか、なんです、
弁当会になりたいんです。もうこれじゃもうやっとるから。まあそんなこともあるんですが、でも臨時法人会というのはすごい、やる気のある人が朝来ないから、来られません。そこへ舞台を作ってもらうのは最高ですよね。そういうことが一つはあるんじゃないかと思っております。はい、ありますね。じゃあ、今日ですね、私がその中で、そうだ、これまだ行かないといけないね。まあ、そうですね。これ全部やって東田とかあるな、これ。いっぱいありますね。全部いいんですが。まあ、これらは同時でね、東海省さんが、せーの！いいね。で、全体結構すぐありますからね。社員が降りてくる。せーの、いいね。社員が失敗する。せーの、いいね。いいねです。せーの。承認するとまあ少しまあいいねというのはいいですか、僕はお前いいねって簡単で、まあ、こんなにもなるんですが、あと残ったのもいっぱいあるんですが、これだけ行こうか、ありがとうだけ行きましょう。続きはあの東でありますから、すみません、今日ここまで行きますかね。ちょっと残しておくとは来週が最初だというので、そこに書いてありますのは、これがですね、何ページか言いますと4ページです。これが4ページ。4ページと5ページですが、これ真ん中はですね、このありがとうをまた次の真ん中の真ん中に置くと、またやって知らせるという、まあ、例がこれ出すんですね。ありがとう右の、6、5ページの、ありがとう真ん中に置いたら、ありがとうやって知らせるんですね。ありがとうは何だというか分かるんですね。そして、私はこれ十数年前にですね、東京で勉強会で、近い地に強さんというね、方から話を聞きました。この方はイスラエルで行ってイスラエルのおばあさんに習ったと。そのおばあさんは困ったときにありがとうございます、そしてよくしてもらったら感謝しますと言いなさい、どうしてもらった。そしてそれに近い地に強さんもう一つ加え、私はそのいかがでしたでしょうか。ああいう形で、語ってみました。まあ、ちょっとあの後ろを振り返ってですね、あれ時計があったので、時計のあといくら時間があるかというのを確認させてもらいながら喋りました。そうですね、やっぱりあの内容が盛りだくさんだったもんですから、ちょっと早口になったりですね、時間を気にしたりしていました。そして帰りにはあの住吉新さんからですね、もう少しあの幅を広くするのもいいんだけど、縮めて深くいったらどうかというようなアドバイスもいただきましたので、今度来週は4月の2日金曜日、今度は福山東倫理法人会のモーニングセミナーで喋らせてもらいますので、そこの時はちょっと今のアドバイスを受けてですね、考えて、ちょっと今のレジュメもちょっと作り直してですね、ちょっと一つの幅を狭くして深く行ってみようかなという、できたら真ん中はもっと深く行きたいなという方も思っております。では今日の チャンネル登録、今いましたら229人、ちょっと一人ですが増えています。これもまた自分のモチベーションが増えたことで上がって、明日に向かってチャレンジしていきたいと思います。ではまた明日、ごきげんよう。